この真ん中入ってるやつ。お、これは前回よりだいぶ回ってるかも。どうも、エナジー福田です。今回は先日購入したこちらのバスライズ、これにベアリングを追加してぶっ飛びチューンやっていきたいなと思います。で、今回使用するベアリングは楽天市場なので、まあ、300円前後で売ってある安い工業用のミニベアのベアリングを使います。これ工業用で作られてるんで、中にね、グリスが塗ってあって、それを脱脂して、オイルに切り替えて使う必要があるんですよね。安いんですけど、それがデメリットですね。で、その脱脂結構ね、手間がかかると思うんで、めんどくさがりの方は、まあ、リール専用のベアリング屋さん、そちらは内部にオイルをつけてあって、まあ、一個一個チェックされてるんで、外れを引く確率が低いということで、まあ、どちらのベアリングを選ぶかはお好みで。で、今回は安い方を使うんで、まあ、これから内部のグリスを抜く脱脂とオイル差しやっていきます。届いた状態なんですけど、これで回してみると、こんな感じで全然回んないんですよね。これグリスのせいで回ってないって感じです。これ脱脂するためには、この文字が書いてある鉄のプレート、これを外す必要があるんですよね。で、このプレートは、縁にワイヤーが入ってて、それによって固定されてます。そのワイヤーはここ。こことここ。ここが切れ目なんですよね。ここに、まあ、フックなどを引っ掛けて、パチンと外していきます。で、結構飛んでいって、なくす確率が多いんで、片方の指で押さえつつ、飛ばないように外していきます。こういう感じで外れました。こうやって輪っかがあるんで、この輪っかの端をフックなどで下から上にパンとするとパチッと外れてくれます。で、次はこのシールド外していきます。はい、こういう感じ。で、内部見てみるとこんな感じで、まあ、白くゼリーっぽくなってるのが全部グリースですね。これを取り除いていきます。はい、ベアリングをなんか容器に入れます。このパーツクリーナーを、この時ベアリング狙う感じでいいですね。で、ベアリングが全部浸かるぐらい入れて、あとはちょっとパーツクリーナーの力でグリスを分解してもらいます。はい、2、3分、まあ、たまにこう振ったりっていうのを繰り返してたら、まあ、こちらの液体の方に白いグリスがどんどん溶け出していきましたね。で、実際ベアリング見てみるとこんな感じ。グリスがなくなってる。回転させてみると。はい。よく回ってます。これでグリスが抜けたってことなんで、この状態で乾燥させます。こういうエアダスターでベアリングが回転するように吹きかけることで、まあ、すぐ乾燥させることができます。めっちゃ回転してますよね。グリスとオイルって、ベアリングにしたら回転を悪くするものなんですけど、何もつけてない状態だと、金属と金属が擦れて傷んじゃうんで、何か塗っておく必要はあります。で、これをもう一個のベアリングでもやります。脱脂が完了したベアリングに、付属のオイルを、まあ、1滴から2滴ぐらい、しっかり浸透させます。ちゃんと。で、ちょっと馴染ませるために回転させてあげます。ね、オイルが入るだけでこんだけ、回転がちょっと落ちちゃいます。これはしゃあないことですね。さっきのシールドを戻します。で、戻す時の向きなんですけど、まあ大体こうやってメーカーロゴがある方が上ですね。それを上にしてセットします。で、次にこの留め具をベアリングとシールドの隙間にはめ込んでいきます。こうやって片方を入れて、そっから全部入れていく感じにするとやりやすいです。はい。ちょっと見えてなかったと思うんですけど、こういう感じで完了しました。ベアリングに対して輪っかを、こう入れていく感じ。こう。はい。そうすると、ちゃんとはまります。まずメカニカルブレーキを開かれ。まあ、こっちは多分簡単ですね。で、まずこうバネが入ってるんで、外しやすいとこに。はい。ここかな。これ結構邪魔になるんで。外れました。この一番下の輪っかが、まあ、ブッシュの上あたりにしっかり食い込んでるんで、こういうとんがったもので、下に入れながら引き上げてくるって感じですね。で、次ブッシュを外していきます。あ、これ先、スプール外してた方がやりやすいですね。
はい、このブッシュを、なかなか外れづらいですね。今回このブッシュはもう買わなくなるんで、もうブッシュ壊れていいんで外していきます。ちょっとこんなん作ってみました。ん、抜けない。ペンチの先入れても取れないんです。もう破壊していくしか。内部にゴミ入るからあんまやりたくないんですよね。はい、画面外で無理やり引っ張ってたらどうにか取れました。なんかこういうペンチの先みたいなんで引っ掛けて引っ張るのがいいんじゃないかなと思います。次はここにこういう感じで、まあ、今回はスポット入ってくれましたね。で、ついてたこちらのバネを再度はめていきます。こんな感じ。取れなかったら OK で、メカニカルブレーキを締めていきます。スプール入れてから調整するんで、まあ、ざっくりでちょっと苦戦しましたが完了です。次はこちらサイドプレート開けたところですね。この真ん中入ってるやつ、さっきよりは簡単に外せそうな気がしてます。ブッシュを止めるためにワイヤーが入ってるんですよね。これです、これです。まあ、これもここに切れ目があるんで、その切れ目からパチッと外していきます。これも飛ばしてどっかやらないように気をつけてください。はい、こうやって一箇所外せたら、あとはつまんで外れます。で、あとはこのブッシュが簡単に外れないかな。つまんでまっすぐ引っ張る。ちょっと苦戦しそうですね。またピンチの先で引っこ抜きたいと思います。あ、若干穴が小さいかも。はい、無理やり。何なんでしょう、外しづらいようにちょっとしっかり固定されてるんかもですね。わかんないですけど、ここにベアリングを入れていきます。で、こっちのピンをベアリングの上にはめていきます。これもどっちかの角、こうやって飛ぶんで気をつけてください。どっちかの角っこをまず入れて、徐々に全部の角を入れていくのがやりやすいです。今回一発で入りましたね。こんな感じ。もうスプールを入れてサイドカバーを締める。メカニカルブレーキをゼロポジションまで持っていきます。カタカタ言わないとこですね。はい、バスライズベアリングチューンは完了です。まあ、今まで入ってたこのブッシュからベアリングに交換することでおそらくぶっ飛んでくれるんじゃないかなと思います。はい、この状態で一旦ブレーキを一番下の1番にしてスプール回転みたいと思います。ミスった。いきます。お、これは前回よりだいぶ回ってるかも。うんうん、いい感じですね。これはおそらく前回より数秒、10秒ぐらいは長く回ってるような気がするんで、また次回飛距離テストの動画撮りたいと思うんで、そちらで効果のほどはチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上です。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。